YouTube 聖書神学校の支援の学びの時間となりました。今日は支援の83編です。では、早速支援の83編を見ていきます。支援の83編、歌、アサフの賛歌。神を沈黙を続けないでください、黙っていないでください、神をじっとしていないでください。神をじっとしていないでください。今あなたの敵どもが騒ぎ立ち、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼はあなたの民に対して悪い計り事を巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪巧みをしています。彼らは言っています。さあ、彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。彼らは心を一つにして悪巧みをし、あなたに先立って契約を結んでいます。それは、エドムの天幕の者たちとイシマル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテもです。アッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕になりました。どうか彼らをミデンやキシュン川での知らせとヤビンのようにしてください。彼らはエルドルで滅ぼされ、土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らをオレブとゼゲブのように、彼らの君主らを皆、ゼバブとツァル村のようにしてください。彼らは言ってます。神の巻き場を我々のものにしよう。我が神を、彼らを吹き転がされる枯れあざみのように、神の前の藁のようにしてください。林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように、そのようにあなたの早手で彼らを追い、あなたの証で彼らを恐れ、おののかせてください。彼らの恥で満たしてください。主よ、彼らがあなたの皆をしたい、求めるようにしてください。彼らが恥を見、いつまでも恐れおののきますように。彼らが恥ずかしもけ滅びますように、こうして、彼らが知りますように、その名、主であるあなただけが全地の上にいます、意図高き方であることを感謝します。支援の83編、では早速、石黒先生の支援の83編を見ていきます。では83編、敵の滅亡を求める民主の祈り、生死の左右される苦境にあって、概説、周囲の国々からの脅威が著しく感じられた時代に、支援作者はイスラエルを代表して祈りを捧げた。この支援が最初に作られた時代と状況等を司祭に再構成しようという試みは、十分な情報が得られないので無理である。事実、背景と想像された時代として、ダビデ、バテシェバ、あるいはヤロブアム2世、ヨラム、ヒゼキヤ、エステル、ホシウキ以後、ユダ、マッカ、バイオスらの名が挙げられることに、8節のアシリアを象徴的に理解する者は比較的広大の策と考える。史式時代の歴史に強い関心が持たれる点、またアシリアの台頭が暗示される点からして、王国時代の前半期と見るのが良いと思われる。第2歴代史20章との類似性は著しいが、それとて、絶対的な証拠とは言い難い。表題のアサフはダビデ時代の神殿聖歌隊リーダーの一人の名、ネヘミヤ記12章46節。その子孫もその名を継承した、3章エズラ記2章の41節。注釈、1から8節、敵の計り事。1節において詩人はイスラエルを代表し、神の介入と保護を求めて祈り始める。呼びかけられる神の名はヘブル語では、前半はエロヒム、後半ではエルになっている。沈黙を続けないでくださいという嘆願の部分を、70人訳は誰があなたのようでしょうかと翻訳するが、ヘブル語聖書マソラ本文の読みとは異なる。神の沈黙が続けば、イスラエルは外国に抹消され、地上から消滅してしまう。2節から8節までの段階で、イスラエルを取り囲む隣国の計り事が描かれる。イスラエルの敵は事実上神を憎む者、つまり神の敵である。2節、彼らは次第に反逆心を表し、不穏な動きを始めている。3節、
あなたの囲まれる者たちという句は、エヒロニムスなどとは単数形としてエルサム神殿の意味に理解するが、兵法からしてイスラエルの民を指すと見なければならない。4節、敵の狙いはイスラエル12部族を地上から抹殺し、神の名を旗印として生きる者たちを一掃し、その修行地を自分のものにしてしまうことである。3章12節、5節、契約結んでいます。契約は本来神に批准される内容でなければならないのに、彼らは自分勝手な目的のために連合する。いかに示される小民族が一度に結託しイスラエルに攻め寄せたという歴史的事実は聖書からは知られない。それは歴史的な要約、いわば長官図を指したものと思われる。6から8節は敵対する国名、民族名が列挙される。エドム人とアマレク人はパレスチナの南部から、イシュマル人、ハガル人、3章第1歴代史5章の10、19、20、およびアモン人はヨルダン川の東方、アラビア砂漠一帯に分散し、モアブは視界南東、ゲバルは視界南部から、ツロはパレスチナ北部、フェネケアから、プレシテ人は地中海沿岸から、それぞれイスラエルの侵入と征服を加えている。3章支援の83ページの12節、その背後から宿敵を伸ばす巨大なアッシリア帝国の動きも感じられる。ロトは元来アブラハムと親戚関係にあり、モアブとアモンの父祖であったが、イシマルやエサウの子孫と同様、しばしばイスラエルを悩ませ敵対するものとなった。彼らは常に一致して生活したのではなく、互いに喧騒の歴史をたどってきた。だが、ただ神の民を標的したクワテには心を一つにして契約を結んだ。合説、その姿はイエス殺害のために都合上一つとなった祭司長を中心とするサドカイ派、立法学者に代表されるパリサイ派、政治的なヘロデ党を想起させる、三章マタイの福音書22章の34節、マルコの福音書3章の6節、ヨハネの福音書11章の53節。つまるところ、地上には、イスラエルの支えとなる助け手は見当たらない。残された援助は、救助はただ天上にいます。ヤウェに期待するほかない。9から18節、敵に対する呪い。9節以下、古代の呪いの文体を思わせる10、11節において勝利の歴史が解雇される。9節の放牧民、ミディアンの絵の勝利は、ギデオン時代の出来事として、史記6から8、8章に、シセラとヤビンについて、については4から5章に述べられている。10節の地名エンドルは該当する史跡の記録には認められないか、ヨシア記17章11節から、メギドやタナクに並ぶ、エストラエロン平原の主要都市であったことがわかる。11節のオレブと、ゼーブはゼバフとセルムナとセルムナはいずれもミディアンの主要都市であった。史跡7から8章、かつての侵略者も現在の敵もイスラエルの地を征服しようと狙っている。12節の神の牧場を7人訳は神の祭壇と翻訳するが、敵とは思われない。13から18節においては敵の処置が祈願される。悪事を企む敵を風に吹き飛ばされる枯れあざみや藁のように一掃し、13節3章1章の4節、あるいは炎が乾いた干木をどう瞬時に焼き尽くすように処理し、14節、敵を恐れをのかせてください、15節と神に願っている。しかし、知人の願いは敵の滅亡そのものに限定されず、彼らが神の敵対行為をやめ、むしろ神の皆を慕い求め、ついには主ヤウェのみが全地の います意図を高き方であることを悟ることにある。16から18節、18節に知るという動詞は体験的に知ることを意味する。現代の敵を、神がその民イスラエルに割り当てられた地カナンは、エジプトからシリア、バビロンを結ぶいわゆる肥沃な三日月地帯の交通網の要にあたる。ここは世界の覇者と名乗る者が幾度なく戦いを交える戦場になった。それゆえこの地は極めて不安定な状況下にあった。彼の置かれた境遇は、今日のクリスチャンが置かれている不安定な状況事情と一脈通じるように思われる。彼は
いかにその不安定さを克服したのだろうか。その支援で第一に教えられるのは、まず神に祈ること、神への自己の依存性を常に認識することの意義である。神を我が神をという呼びかけはその認識から出てくる、1節と13節。信仰者とは無力なものの意味ではもちろんない。そうではなく、人生に対する覇気を十分に持っていながらも、神の前では自分のタレントさを認める、率直さ、謙遜さを失わない人のことである。確かに己の力や力量は、究極の頼みとならない。むしろ神により頼み、その、存在すべてが、身内のもとにあることを知らなければならない。祈りは時として神の身旨以上に自らの思いを正当化しようとする人との罪の格闘である。第二に教えられるのは、故郷は信仰の証の場であるということである。主人には敵についての明確な認識があった。現実にイスラエルは滅ぼそうとする諸国民とその背後での神の計画そのものを保護にしようとする悪しき勢力の存在を求めている。2から8節。それらの取り組みの仕方が信仰の喪失となる。現代日本においても特に目立つ敵は、多忙ともしくは成功というきらびやかな衣をまとった神ではないか。その崇高者らは忙しさを口実として安息日を軽んじ、ついには文字通り心を滅ぼされてしまう。そのこの霊的な戦いに勝利する道は、私は祈りのうちに探さなければならない。第三に教えられるのは、信仰者の敵に対する姿勢は単なる憎しみや憎悪にとどまらず、彼らが神への恐れと信仰を回復するのを願うことにあるという点である。特に16、18節、敵の苦しみを見て楽しむ残忍な思いではなく、その改心と悔い改めを期待することである。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。マタイ5章の44節という CS の勧めに従い得るレベルまで、私の祈りが循環されるのを目指さなければならない。感謝いたします。支援の83編の石黒先生の学びでした。では次回の支援の学びでお会いいたしましょう。マスターとした主演です。パッションプレイズ、シャロム、バイ。